サワディーカップ、今回はちょっとタイ文字っていうのを触れたいなって思うんですね。そしてタイ文字については、ちょっとずつゆっくり上げていったらいいかなっていうふうに思っています。ただ、最終的にはきちんと書けるっていうよりも読めるなっていうぐらいまでは持っていけたらなっていうふうに思っています。ただもちろん興味のある方、だけにはなってしまうと思いますのでね、ゆっくりめのペースで、やっていければなっていうふうに思っています。はい、今日は1回目なので、学習の前にっていうふうにしておきました。まずタイ文字なんですけれどもね、もちろん文字っていうのは後付けじゃないですか。ですから最初は音がもちろん先ですよね。なので音の仕組みってあったじゃないですか。ドシーンがあって母音があって末シーンがあって声調がある。これに基づいて最初は発音の練習っていうのをしていくとは思うんですけれどもね、ですから簡単に言ってしまうんやったら、その音を一つずつ文字にしてますよっていうだけなんですね。ですから、タイ語は頭身があって母音があって末身があって声調があるんですね。それぞれ文字を持っているっていうだけなんですね。じゃあ頭身とは何なんだ、母音とは何なんだっていうのをほんまにシンプルに、短く表すんだったら、頭身っていうのはアルファベットです。母音っていうのは組み合わせです。パーツの組み合わせです。末シーンっていうのはこれ発音の時の感覚でいいです。で、声調っていうのはこれは声調のルールがあります。上がりますか下がりますかとか、これちゃんとルールありますね。じゃあもう少し具体的に見ていきましょうか。アルファベットって言ったんやけれども、 ABCDEFG とかって順番で覚えていくんじゃなくてですね、区分ごとに覚える必要があるんですよ。これ全部で3区分ですね、とか5区分とか、僕は基本的に5区分の方でやっちゃうんですけどもね。じゃあその次母音ですよね。母音っていうのはこれ組み合わせなんでね、例えばですよ、これやーって読む、やーじゃないですね、やーですね、やー、これ薬っていう意味なんですけれども、母音はこの右側です。これがあーあーっていう母音なんですね。タイ語の母音っていうのは右につく時もあれば、これは D なんですけれども、これ母音この上の方なんですよ。この帽子みたいな、これが E っていう母音ですね。上につく時もある、これブーブーなんで、ブーって言えばカニですかね。これは母音どこって言ったらこの下の部分ここなんですよ。なんでタイ語の母音っていうのは右についたり上についたり下についたり左についたり挟み込んだりもするんですよ。これセットで母音ですからね、セットで。これは青って呼ぶんですけれども、これセットで母音なんですね。こういうのもあったりする。で、一番最後これスヤスヤっていうのは壊れるっていう意味かな。これは書いといたんですけれども、これどれが母音やって言ったら、これ以外母音です。これは母音じゃない、シーン、これ以外母音です。これも完全にもう囲んでるようなイメージですよね。ただ注目してほしいのはですよね、組み合わせですよね。これとこれですよね、これとこれ、これとこれとか、あとはこれ子音なんですけれども母音としても使ったりするんですよ。そういうのもあったりするんですね。おもろいですよね。組み合わせです、ね、その組み合わせで長い音ですか短い音ですかっていうのを表していくんですよ。次ですね、末シーンはこれ発音の感覚って書いたんですけれども、末シーンって全部で8種類しかなかったですよね、タイ語。だからその8種類に対して使う文字っていうのは30以上になるんですよ。なのでどういうことかっていうと、かぶりが多いですよね。 D も T も S も CH もまだありますよ。
マツシーンとして使うときは全部音が T なんですよ。こういうのがあったりするんですよ。だからこれこう書いても T やね、こう書いても T や、こう書いても T、こう書いても T みたいな、そういうのがあったりするんですね。ただこういうのはもうガチッと覚えるんじゃなくて感覚です。発音の時の感覚でいいです。それでわかります。発音の時の感覚っていうのは口の使い方ですよね。舌の位置とか唇かむかまへんとか、もうそんなもんですよ。それでできちゃいます。はい、最後ですね、これ成長ですね。これはルールです、うん、これはもうルールがあるので、そのルールを覚えてもう慣れていくしかないですよ。ここは正直言うてね。そして最後これ星印ですね。これまあ番外編にしといたんですけれども、サンスクリット、基本的にこの上で書いた成長のルールだとか母音の組み合わせとかっていうのは本来の単語の方なんですよ。あの一音節の短い単語ですね。それを表す時の表記方法なんですよ。なのでサンスクリットってなるとちょっと違ったりするんですね。ただ前にも一回説明したことあると思うんですけれども、サンスクリットは漢字です。いいですよね。ですからゆるいルールを覚えて、あとは単語増やしていって慣れていったらそのうちつながるんじゃないかな、そんなイメージでいいですよ。もう母数増やしていくしかないのかなっていうふうに僕は思っています。ルール自体はもうゆるいルールがあるなぐらい頭に入れておいてくださいですね。はい、じゃあもう最後ですね、この一番右下のこの赤の点線で囲んだ、ところなんですけれども、これはまあタイ文字の癖、まあ、タイ人がハンドライトで書くときとか、なんかデザイン文字を作ったりするときの癖ですよね。まず、一つ目は丸から書くっていうことなんですよ。日本語は左から右、上から下とかあったりするんですけれども、タイ文字ってやっぱ結構可愛らしく丸がある文字多いですよね。あれって基本的に丸から書くんですよ。例えばこういった文字ですね、ここにもありましたかね。これどうやって書くかっていうと、まあ、丸から書くのでちゃんとした書き方はこうです。ただもちろん中にはもう上からピッとこう書いたりとかする人もいますし、僕なんかも上からピッと書いちゃいますね。まあ、その次はですね、一筆書きってここにちょっとまあ書いておいたんですけれども、タイ文字って、結構一筆書きできる文字っていうのがすごい多いんですよ。ただ中にはこのように一筆書きできない文字もあったりするんですね。まあ、ここにも書いておいたんですけれどもね。でもこういった文字もタイ人が手書きをするときですねっていうのは結構一筆で書くっていう癖がありますんでね、こんな感じでこんな感じでシュッとつなげて一筆で書いたりもよくしますね。僕なんかもこの書き方しちゃいますね。そして最後かな、まあ特徴を大げさにって書いておいたんですけれども、タイ文字ってすごいいろいろなフォントがあるんですよ。だからその時っていうのは本当に特徴を大げさにしてるんかな、短いものはとことん短く、長いものはとことん長く、角度つけてとか丸削って、でもそのどっから丸出てるかっていうところは出っ張らしたりとかいろいろあったりするんですね。まあそんなのは全然覚える必要はないんですけれども、例えばこの文字ですね、これ大げさに書いたらどうなるかっていうとアルファベットの V になるんですよね。ですからこの V ですよね、これを見たらタイ人にはこれの文字に見えるっていうね、そういうのもあったりします。結構面白いんですよ。例えば日本語のノーやったらタイ人に何に見えるかって言ったら、どっかに書いたな、あ、そう、これに見えるんですよっていうのもあったりしますね。なので看板とか見ていてひらがなっぽい、例えば日本食屋とか日本のお菓子やったらひらがなっぽいな、でもなんで書いてんねやろう、読めへんなっていうのがあったりもすると思うんですよ。そういうのでこういういろいろなフォントですね、こういうのを徐々に慣れてきたらわかるかなっていうふうには思うんですね。でも最初勉強するときっていうのは教科書のフォント、日本語でいうところの明朝とかゴシックですね、そこをもうしっかり読めるまできちんとやった方がいいですよ。そこをきちんとやるともうこういった崩した文字っていうのももう自然に読めると思います。僕も、その崩した文字っていうのを勉強しようと思ってやったこと一回もないんですよ。なんかもう気づいたら自然に読めてましたからね。
ただ学習する目的とかにも興味とかにもよるとは思うので、ただ今はいろいろブログとかでネット上で崩した文字とかも上げてくれている方とかもおられると思うので、もうそういったのを参考にして興味のある方は別にやってもいいとは思うんですけれどもね、もう自然に読めるようにもなってきますよっていうところだけまあお伝えしておきたいなっていうふうに思います。まあちょっと最後はタイ文字の癖っていうところをちょっと見てみましたというところで、今日は終わりましょうか。サムラ、ワンニー、ケニー、ゴーナカップ。